統一展望台から望む北朝鮮。東海北部線の線路が伸びている。高木統一展望台は、大韓民国関温度高城郡県内面にある、朝鮮民主主義人民共和国区域を望む展望台。民間人出入統制区域内に所在し、韓国統治地域内において、民間人が立ち入ることのできる最北端である。1984年開館。 展望台から北朝鮮を一望でき、軍事境界線を目にすることができる。付近には、統一を記念する、魅力菩薩とマリア像がある。入場時間は9時 -16、0-0は17時30分まで、冬季は15時50分までの間に申告書に到着。現地観覧は18時まで。即走市内から、市内バス1-1系統に乗って、終点下車。 乗車時に統一展望台付近に行くか、要確認。終点で下車後、北へ約1キロメートル歩くと、統一展望台出入申告書があるので、申告書を提出し、チケットを購入。韓国人は、この後8分間の安保教育ビデオを鑑賞する、必要がある。この先は、乗用車のみの立ち入りのため、タクシーをチャーターするかヒッチハイクする必要がある。過去には、 シャトルバスが運行されていたが、現在は廃止されている。途中で民党線検問所がある。ありがとうございます。